どうも、コーズです。今回ですけども、太田俊介選手の怪我の影響ということで、気になる部分ですけど、残りね、リーグ戦は12試合、22試合終わって、34試合中22試合終わって、34節まであるのでね、残り12試合あるわけですけども、まあ、次が、もう早速、6ポイントマッチ、天王山的な感じになってきた湘南戦ですが、まあ、おそらく欠場するわけですね、太田選手。ということで、太田選手のこれまでの活躍と、不在になった場合どうなるのかというふうなところの2段構成でやっていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。太田選手のこれまでの活躍ということで振り返ってみましょう。今期から2月に加入しました町田ゼルビアから、加入して、まあ、今 J2 を席巻してるね、町田ゼルビアだったわけですけども、着実に出場機会を得てました。初の J1 挑戦という中でね、これまで12試合出場、22試合中12試合いいですね、まあ、少ないと見るか多いと取るかですが、これ怪我があったんですね。なので12試合の出場になっていると、まあ、そんな中で4ゴールはアンシストですから、まあ、あの結果を出している選手ですね。そう、途中怪我があって22試合のうち12試合出場していないという向きもあるが、名古屋戦での負傷退場の程度次第では今季残り試合の出場が叶うかは不明であると。場合によっては今季絶望かもしれない。で、この12試合出場の中の4ゴールでシュートの決定率は 26.7%、 非常に高い数値、4分の1で決めていると。4回に1回シュート打ったら決まる、そんな選手ですね。非常に高い数値になってます。伊藤亮太郎選手が移籍しましたので、チーム内得点王でもあると。伊藤選手7得点上げてるわけですが、その次が太田選手の4得点、現状ではチーム内得点王だったわけですね。で、続くのが谷口選手の3得点で、新井選手、鈴木選手、水戸選手の2得点とこういうふうなところ。やっぱもっともっとやっぱ点取れるといいんですけどね、というふうな部分はやっぱチームとしてはあります。左右両サイドハーフをこなし、試合の流れではトップ下やワントップもこなしました。もうね、前目だったらどこでもできるというふうなところで振り込みで入ってますが、入団前から注目されていたそのポリバレントさは健在であると。アルビでも十分に活かされている。まあ、主に右サイドが多かったのかな。で、ボール保持率とパス数はリーグでも上位の新潟ですが、クロス数はリーグで最下位なんですね。これデータで出てるんですね。まあ、そういう意味では両サイドをこなせるアタッカーとして太田選手を欠くのは痛い部分もあると。まあ、ただ一方でアルビーのサッカー自体がそのクロス攻撃を主体としていないという部分もあるので、まあ、必ずしもこのデータを重要視するべきかどうかというのはまた別の問題がありますと。不在となった場合どうなるのかと。まあ、太田選手が離脱した場合ですね、サイドの選手層が単純に薄くなると。まあ、加えて決定力のある選手を欠くことになります。重要な選手を欠くことになると。現在の出場試合数上位選手というちょっとデータ見てみましょう。これ途中出場も含みですが、21試合の島田選手、20試合水戸選手、19試合小見選手、18試合小島選手という順。先発数でいうと、これがね、あの出場試合数は途中出場も含みだからね、先発で出た数でいうと水戸選手と小島選手と甲選手が18試合、藤原選手と鈴木選手が14試合というふうになってますね。だから思いのほかね、鈴木選手稼働してるということなんですよ。22分の14スタメンということは、結構あの怪我がちだった鈴木浩二選手が稼働してるっていうのは、思いのほかですね。なんかそんな去年ぐらいの稼働率かなと思いきや、割と思ってた以上に稼働してるなというところがあります。サイドの選手といえばですね、水戸選手、小見選手が重宝されています、されていますが、まあ、水戸選手はね、伊藤亮太郎選手が移籍した後は中央で使われることが多いので、まあ、水戸選手に関してのその出場試合数で見たら参考指定とかね、まあ、小見選手が、まあ、19試合出てると、使われてるというところで見ると、やっぱサイドの選手としては主力になってる。まあ、そんなところですよね。で、最近はですね、松田栄太郎選手の調子が上がってきてますので、右は基本松田選手で、ダニーロ選手がどこまで戻ってくれるか、まあ、怪我なのかわからないですけど、怪我がまだ治ってないのかわからないですけど、ね、前節はベンチ外でしたね。で、まあ、長谷川匠選手のコンバートにも成功しているので、右サイドはね、割と層が あるんですよ。層が厚い。なんなら水戸ちゃんだってできるし。で、左はね、小見選手基本。で、谷口、島袋、星あたりが候補かなと。まあでも、まあ時点で言うと谷口になるのかな、左は。太田がいないとなると。で、まあ島袋選手もまあサイドできる。まあただ、トップ下にコンバートされたりとか、ワントップも試されたりとかもあるので、で、まあ星選手はまあ基本ボランチですよね。もうボランチで、今もう主力扱いなんで。まあ左サイドハーフで出るのは緊急時的に、
なんのかなと。だから新井選手左サイドバックで堀米選手一列開けて左サイドハーフで使うのもあり得る。けどまあそこまでやるかねというところもあります。若干左が物足りないかなという部分ですけど、谷口選手はもともと左ウィングの選手、ロアッソ熊本ではその左ウィングで得点になってます J3 でね。なのでまあそこで活路が見出せれば全然問題ないまであると。まあ小見谷口の左サイドでもまあ強度的には全然問題ないから、まあただ谷口選手はねワントップで使われることが多かったので、そのワントップ起用に慣れてまたウィングに戻れっていうのは結構過酷な部分もある選手としてはね、多分、だからそこをどんだけ順応度高くできるのかっていうのはまあ課題かなという部分。まあそして中央は三戸選手、そして高木選手もいる。なんなら高木選手を中央で使うんだったら三戸選手左もあり得るんだよね。で右松田もあるし、だからそう考えると左は込み水戸の可能性もあるんだよね。でワントップは鈴木選手、新加入の長倉選手で競えると面白いかもしれない。まあ長倉選手名古屋戦ではベンチ外でしたけどね、まあ加入間もないということもあってなのかもしれませんが、まあ群馬でのねプレッシュ見ると全然やれそうな風味を感じるのですごい楽しみにしてるんですけども、あの鈴木選手よりもしかしたらいいかもしれない、そのドリブルで自分で持ち運ぶとか前へのその推進力もあるので、鈴木選手はねどっちかというといいポジショニング取って周りを生かすとか相手揺さぶるとかおとりになるとかっていうのが非常に得意な選手なので、若干ねタイプ違えど長倉選手はその鈴木選手のそのおとりになるようなプレーもパクれるっていうか、まあできちゃうような風味が感じたので、プレッシャー見たらねそこは楽しみかなとこういう風なところで、まあ小見選手がリーグでも得点できれば、ルヴァンでも点取って、天皇杯でもね点取って取りました。あとはリーグだけ。そして谷口選手は松田選手はもともとそれなりに得点力のある選手なので、まあそこは彼らの頑張り次第の部分はありますが期待はできるのかなと。やっぱサイドの選手、アルビアはもともとね去年もねそのたくさん複数選手が複数得点をすると、あの一人のエースストライカーに頼らないっていう風なチーム作りをしてきているわけですから、やっぱりそのいろんなポジションの選手が、まあただ一番重要なのはね僕はボランチのミドルシュートの決定率だと思います。だから甲選手、星選手、島田選手、秋山選手、そのあたりのやっぱミドルシュートがズバッと決まると熱いんだけどねとはずっと思ってます。そこがどうしてもちょっとねウィークですよね。あのこの前の名古屋戦みたいにその中央がっちり固めてマンマークで来られて 5-3-2-5-4-1 ブロックみたいに敷かれてでね、稲垣とかさ中谷とかさその藤井とかさそのプレーエリアの広い選手が優秀な選手がいるとさ、どうしてももうスペースもないしそのボランチとディフェンスの間もなかなか開かないってなった時に、やっぱりそのボランチアルビのボランチが相手のボランチより前でミドルシュートを打って相手を揺さぶる、相手のラインをちょっと押し下げるみたいな動き、だから単純に打つだけでもダメで、あこれやべえかもっていうぐらいのミドルシュートを打てなきゃ困るので、まあ、そこも結構ポイントなんじゃないかなと。ここに書いてないけど多分アルビ今後浮上の鍵はボランチの攻撃参加とボランチのシュート決定率だと思います。非常に重要だから、高高弘選手はボール取れる分やっぱ攻撃のところでもっともっと やれるといいなっていうのは個人的には思ってますし、まあ、それができるとレオシルバ超えるかなと。まだレオシルバ超えられないかなというようなところですね。であと長倉選手がどこまでできるかも注目ポイントですね。新加入選手、非常に期待のフォワードですね。非常に注目ポイント、またアクシデントがあれば補強もあり得るという寺川強化部長の話を踏まえると、新たな新加入の可能性もわずかに期待はしておきたいけどどうなんでしょうとこういうふうなところですね。いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そして皆さんのコメントね、熱い思い、コメントでお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。